前段の位置まで上がっていきまして、これで谷口を果たして出すかどうか。残りは2周回を切りました。前段に上がった8番の柿沼真也で、2番の加賀山は車を下げて、7番の谷口明政が中段の外目、2番の加賀山車を下げました。これで7番の谷口明政、ジャンで抑えに行きますが、8番の柿沼が突っ張っていくか、あるいは番手に行くかどうか。ジャンの2センターカーブ、番手に行きました。8番の柿沼真也、1番の松崎と並走になっています。松崎と8番の柿沼激しく競っています。最終周回、ジャン杉を抑えた7番の谷口に番手取り切ったのは8番の柿沼真也か。そして後方から巻き上げる2番の加賀山寿、2コーナー回ってバックで、これは前段捉え切るか。番手取った8番の柿沼も縦に踏み込んでいきますが、3コーナーカーブ、おっと落車がありました。6番の阿部秀樹落車転倒です。まくり切った2番の加賀山に追走、9番の大木、その後ろはどうか。5番の谷風磨、4コーナー回って直線で、上位の2人は難関勢。番手から9番の大木雅也が追い込んだかどうか。自分も仕事されたから、ちょっと熱くなったんで。